こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。うちの通り沿いから見た様子ですね。スモークツリーが2つ2本左右に咲いていて、ピンクのアナベルが綺麗です。その隣もピンクのアジサイなんですよね。ピンクのアナベル、この通り沿いの方が早く開きました。そして後ろにもアジサイが植わっています。また綺麗に咲き始めたら皆さんにもっともっとしっかりとお伝えしていこうと思います。ちょうど東側なので、このアジサイたちはご機嫌ですね。なんか好きな場所みたいです。冬はほとんど日が当たらなくなっちゃうんですけど、それでもこうやってピンクのアナベル、そしてその隣のピンクのアジサイもちゃんとつぼみをつけてくれます。割と肥料が好きですね。ちゃんと肥料をあげると花が咲いてくれます。今ぐるっと回っていって、ここに一重の柏葉アジサイがあります。これがピンクに色づくんですよね。なのでピンクに色づいたらまたお伝えします。昨年どんなだったかっていうと、こんな風に写真があったのでお見せします。真っ赤に色づきます。なのでまた今年色づいたこの一重の柏葉アジサイをそのうち色づいたらお伝えします。スモークツリーもとてもいい感じでモコモコしています。これとても好きです。まあ、これは本当に一重で、まあ、見た感じつまらない感じなんですよね、八重よりも。なんですけど色づくので可愛いんです。スモークツリーってなんかいいですよね。この青空に映えます。ここはアジサイ通りになっています。うちの玄関まで行く通路なんですけど、アナベルまだまだ白はこんな感じで、まだ花が白くなってませんね。エンドレスサマーズの去年の挿し木もこんなに咲いてしまっています。早く咲く種類でした。玄関前でへにょっと暑いとなっています。玄関前のを挿し木しました。ブライダルシャワーもうそろそろ終わりに近づいてきました。終わったら切ってしまいます。八重の柏葉アジサイ咲き始め、真っ白で綺麗です。少しするとこうグリーンにも色づいてくるんですけど、まだ白くて綺麗です。咲き始めの柏葉アジサイ綺麗ですね。ピンクの挿し木したアナベルもあります。ガクアジサイはすごい花つきがいいんだけど、ちょっと一つ一つの花が小さくなってしまいました。どうしたらいいのかな、ちょっと考え中ですね。肥料が足りないのか。玄関の前のピンクのアナベル、これは通り沿いよりもちょっと遅いですね、咲き加減が。エンドレスサマーはしっかり咲いてるんですけど、これ昼間の暑いの気温に当たるとぐったり頭をもたげてしまいます。玄関前の様子です。作ったスリットバスケットもあります。もうちょっとこんもりしたらゆっくりお見せしたいと思います。ずっとここアジサイ通りです。どのガクアジサイもちょっと一つ一つの花が小さいので、まあそれがちょっと悩みの種ですけど、まあでもすごく花つきは良くて綺麗です。ペチュニアはちょっとこれ全然切らなかったので、あんまり花つきが良くなくなっちゃって枝分かれしてないので、またカットします。多肉植物、両錦さんアロエですね。今年は外に出しっぱなしにしましたけど、
なので花が早く立ち上がっています。多肉も可愛いですよね。はい、でも本当の多肉ファン、今のなんか多肉好きの人とはちょっと違うんです。私もこれは斑入りの金のなる木、きちっとまだ斑入りが残っています。コバの髄菜ドライにしたらすごい綺麗に乾いたので、来年は友達のためにたくさん切って干そうと思います。これは隅田の花火です。やっぱりなんかどれも花がちっちゃくなりました。これ北斗市からいただいた白い花なんですけど、これなんだかちょっと名前がわからないな、聞いてみないといけない。庭の方ですね、これユーカリ、新しく買った実のなるタイプです。うちに今埋めるところがなくて考え中です。マリーゴールド、バイカウツギは次々まだ咲きます。花を切るとまた花芽ができてきます。実は時間ができたらこの辺のなんだか棚を積み上げている庭の様子を変えたいんですよね。全くもって自分でリフォームしたい。ギムのカルパさん、これ綺麗でしたね。どんどん下の方に倒れている花は切って干してるんですけど、うまく乾きます。こちらのノコギリソウ可愛いんだけど、ちっともドライにすると綺麗じゃないので仏壇に刺しています。仏壇に刺す花としては便利です。とにかくどんどん刺してお仏壇に飾っています。こうやってたくさんお花があると仏花に困らなくて、便利といえば便利です。そろそろオルレアが終わって、これ種を取る株は良しとして、ちょっとこれサルビアですね。去年のここに1本また今年植えたサルビアもあります。オルレア抜いちゃおうかな。ノコギリソウまた咲いています。もうメイちゃん見納めですね。バラは終わりに近づいています。これバシバシ汚くなったら切る。ペンステモンのこの赤いペンステモンがあまりにも可愛くて、2本新たにペンステモンも買いました。これ去年生徒さんにいただいた、名前が出てこないけど可愛いんです。2本ね、白いこのペンステモンとちょっとブルーのペンステモンをこの間買いました。ここに植えました。かわいいです。ペンステモン暑さにも強いし寒さにも強いので、とても庭に植えるのに良い植物だと思います。庭はこれぐらいにして今日の夕食いきましょう。ロースの豚肉をこの筋を切る、この叩くやつで筋切りしています。これ実にいいですよ。どんなお肉だって柔らかくなります。安いステーキなんかもこれで表裏バンバンやります。お肉屋さんでお肉を買ったりするとこうやって筋切りしてくれて包んでくれたりするところがあります。松木さんっていう山梨県のお肉屋さんはそういうところをきちっとやってくれています。それを見て私も真似して他のところで買った肉で申し訳ないけど自分でやっています。
豚肉なのでしっかり焼きましょうと思っています。表面になんとなく赤い汁が出てきたら裏返します。これだけ叩いたのにちょっとするな。ここに私は桃屋の刻みニンニクなんかを入れちゃっているのが最近のブームです。最近マスクなのでちょっとニンニクに対して意識が低いというか、ニンニク食べるといいよねって思っています。2日前にすごいいっぱいニンニクをいただいたので、ちょっとこの桃屋の刻みニンニクとは別に新しいニンニクをどんどん食べていこうと思っています。最近木のまな板はお皿代わりです。ここで切ってそのまま出しちゃったりしています。なんか洗い物がこれでお皿に移すより1枚減って、食卓も意外とこれおしゃれに見えていい感じですよ。この日の夕食はまだアスパラが続いておりますね。これは小松菜のニンニク炒め、もう野菜たっぷりでいただきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。この後小淵沢で宗樹っていうダイニングカフェレストランに行った時のお食事をちらっとお見せして終わります。ベジタリアン向けにすべてこれは野菜です。そしてデザートも豆乳のアイスクリームでした。ちょっとね、お豆腐が甘い感じ。ではまた。